メイクもしていただいてね、雲も消してもらって、なるべくあの患者感をなくしてます。リポポ握手、はい、一番人気じゃない？そうだと嬉しいです。行ってきます。高野ゆいぽん、それぐらいしないと手を隠せない。いきます。あべミンティー元子春季チャンネル、今吉本坂46の握手会に来てます。もう一部が終わりましたけど、一部どうでした？もう緊張しますね。春季さん、どんな感じで握手するんですか？わー、春季さん、いつも見てます。よろしくお願いします。いや、ちょっと握手してくださいよ。ありがとうございます。あー、すごい、手あったかいです。今日はどっから来たんですか？今日は東京の方から来ました。東京、お名前は？なおこです。なおこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。お笑いとかはよく来るの？私本当にお笑い見なかったんですけど、春季さん見てすごい面白いなと思って。ありがとう。はい。私今看護学校通ってて。あ、そうなの。はい。いつかなんか一緒になんか、はい。あ、ごめんなさい。ああ。じゃあ またね、ありがとう。またね。上手。お、ありがとう。うまい。才能、才能。二部頑張りましょう。頑張りましょう。お客さんの前で今から真剣に取り組もう。カメラ回ったんです。今2部終わりました。終わったというか途切れました。2部の方は1部に比べてだいぶ来てくれる方が増えて本当にありがたいです。釣ってくださいってすごい言われて、まず何ですかって言われて、ドキドキさせるようなことを言ってくださいみたいな。とりあえず脈測ってドキドキしてるね。声の病だね。いろいろ用語も覚えました。釣り師とか試験、握手もすごい勉強になって、普通に片手で握手とかするのはもう絶対 NG で、両手でがっちり握手して片方ずつ手を掴んでこっち側にこうグイッて引き寄せるっていうね。こうするとファンの人は釣られるらしいです。めちゃめちゃ真面目じゃないですか。俺めっちゃ真面目で。声どうしたんですか？真面目やから漫才の練習してみて、声出して、はい、真面目やからダンス練習してみて、明日になって真面目やからいっぱい食べなきゃと思ってんねん。やっぱケータリングも豪華。これ何ですか？なおちゃん、ゲットのセンター。いや、すいません、ありがとうございます。一緒の握手会連なんでよろしくお願いします。シュンシュン、私CD ランキング個別ジャケット売り上げ42位なのでないですか？11位。レッドティーが着きました。ミニライブがあるのでフォーメーションを確認して挑みたいと思います。はい、僕大学生の時にジャパンダンスライドっていうダンスの大会見に行って、そこに出てた人なんですよ。その人と今一緒に踊れてるっていう、めちゃくちゃ嬉しい。いやいや、こちらこそ。頑張れよダンス、頑張れよダンス。いやいやいや、逆逆。楽しみ。あれ、どなたですか？よしこやないかい。いえ、小雪です。今からミニライブ行ってきましょう。ミニライブ終わりました。マジで感動しました。どうだった？一番良かったです。ちゃんと踊ってた？不気味なぐらいちゃんと踊ってた。引き続き全体握手会もあります。全体握手会終わりました。握手終わりました。楽しかったです。シュシュポニーテールとシュシュどうでした？楽しかったです。シュシュクリニックシュンさんと一緒だったんで。誰だよそいつ。誰です？俺かも。安心でした。途中で倒れても大丈夫だな。いろいろ手術も受けてますから。どうですか？こんなに来てくれるんだなってちょっと感動しました。感動しましたね。一体感もあったし、いや、すごかった。ペンライトもあったから。みんなと結婚したい。皆さんできるならお待ちしてます。お待ちしてます。